ツーリストレンタル用の四輪自転車両系配置の四輪車、両系配置の原車種に四輪自転車、または四輪車、クアドライサイクル、クアドラサイクル、クアドロサイクルは四つの車輪を有する自転車。なお、本項目では四輪を備えるペダル、またはハンドクランクにより推進し、運転者が車体に乗車して利用するものを扱う。初期の自転車は、 速度が出なかったため、四輪自転車は運動安定性を得る目的と特性に合致しており、一つの解決策として作られた。一般的だったのは車輪が長方形に位置するデザインだったが、それ以外には菱形のデザインもあった。このうち菱形デザインの安定性は長方形デザインより低いという特徴を有している。写真のように複数席のモデルが典型的で、 前後に座るタイプと左右に並んで座るタイプがあった。蒸気エンジンなどの内燃機関をつけた蒸気四輪車も実験されたが自動車の登場によってとって変わった。人力単独ではせいぜい0.5馬力が出力できるか否かであり、車輪が多いと重量、抵抗が増すので運転が簡単にはできない事情があったためである。現代一般的なサリーと呼ばれる スタイルの自転車はベンチシートを有し、ラックピニオン式ステアリングと天外付きで観光地などでレクリエーション用の移動手段として使われる。日本ではリカンベントではない大人一人乗りの自転車としては、1980年から2010年代は3輪自転車が存在するように技術的には不可能ではないものの補助輪扱いでの4輪自転車以外は、 普通自転車とは認められなかったことから、後日の事情により、日本国内で需要が存在せず、国内では一人、または二人乗りの四輪自転車はあまり製作されていなかった。一人乗りは輸入車としては存在し、三割りカンベントからの四輪車化改造車なども存在していた。多人数乗りの 介護用二人乗り自転車や自転車タクシーベロタクシーなどの多人数乗車用の安定性格保目的の自転車は制作されている。2020年12月1日改正法令施行により、従来の普通自転車の規制サイズを満たす四輪の自転車も普通自転車と認められ、条件付きの歩道通行及び自転車道の通行が必須となった。これに伴い、 主にシニア向けに普通自転車サイズの電動アシスト式4輪自転車が国内でも販売されている。なお、これは構造上比較的小型となり、従来見られた比較的大型のものの4輪自転車は、車体の大きさを満たさないため、依然として普通自転車以外の自転車となる。法令2020年12月1日改正法令施行により、 従来の普通自転車の規制サイズを満たし、かつその他の普通自転車の要件を満たす四輪の自転車も普通自転車と認められ、条件付きの歩道通行が認められた。なお、これは構造上比較的小型となり、従来見られた比較的大型のものの四輪自転車は、車体の大きさを満たさないため、普通自転車以外の自転車となり、依然として条件付きの歩道通行負荷。 さらには自転車道も通行できない。また同改正により、長さ 190cm 以下、幅 60cm 以下の四輪自転車は、みなし歩行者の扱いを受けることとなり、押し歩きは歩道等を通行することとなる。同じく自転車道についても、そのような規制サイズ以下の四輪自転車は、自転車道を通行化であり、このうち普通自転車に該当するものは、 通行義務が生じる。旧法令2020年12月1日改正法令施行以前は、4輪、自転車は条件付きの歩道通行不可さらには自転車道も通行できず、ほぼ自転車以外の軽車両の扱いとなっていた。なお、従来の法令では2輪または3輪の自転車を押して、歩いているものはみなし歩行者の扱いを受け、歩道や路側帯を通行でき、 かつ通行する必要があった一方で、四輪自転車は、好みなし歩行者扱いがないために、結果として四輪自転車を押して歩いている者は、軽車両扱いとなり、原則として、車道だけを通行することとなっていた。自転車道の通行についても、同様に、従来の法令では二輪または三輪の自転車は、自転車道を通行化であり、このうち普通自転車に該当するものは、 通行義務があった。四輪自転車はすべて通行不可であった。その他の普通自転車の要件を満たすことも必要。AAB2020 年6月10日に交付された道路交通法の一部を改正する法律により、道路交通法第63条の3から、二輪または三輪の、という文言が削除され、 同年11月13日に交付された道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令により道路交通法施行規則第9条の2-2第2号に4輪以下の自転車であることが新たに加えられ同年12月1日にこれらが施行された4輪の自転車も道路交通法施行規則第9条の2-2の基準に適合すれば 普通自転車に該当することとなった。AB いずれもサイドカーまたはサイクルトレーラー付きのものは対象外である。なお厳密には五輪以上の自転車は普通自転車及び電動アシスト自転車のいずれにも一律に該当しない。ただしサイズ要件を満たす限りにおいては自転車道は通行化であり押し歩きもみなし歩行者となる。 AB 道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令 ABCD5 輪以上の自転車も含む普通自転車の要件とは少し異なることに注意。AB なお、このサイズを超える4輪自転車は依然軽車両の扱いである。道路交通法第17条第3項、高齢者向け自転車、MAX が参入口型車輪4つ。 採用日本経済新聞2012年6月18日20時23分高齢者が安心して乗れる自転車クークル S 新発売マックス株式会社2012年6月18日高齢者向け四輪自転車クークル M に関する商標一章特許等の権利を株式会社東部に譲と平成28年1月20日ありがとうございます